ベイブラは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のヘルスフェルトイコールローテ軍に属す小都市である。この町は、かつて交通の要衝として栄え、19世紀には多くの鉄道路線が接続する場所となったものの、1980年代に入ると、その重要性に、陰りが出た。ベイブラは、カッセルの南約 45km の古田川沿いに、位置する。 フルダ川の特徴的な屈曲点に位置しているため、ほとんどの地形図で簡単にその位置を見つけることができる。町の北側をシュテルチンガー山地、東側をリヒエルスドルファー山地、南東をゾイリングスバルト、南西側をクーニュル山地に囲まれている。近隣の大きな都市にはローテンブルクアンデアフルダとバートヘルスフェルトがある。ベーブラ市内でベーブラ川、ゾルツ、川、 リューダー川、ウルフェ川が、フルダ川に合流する。また岩バ川がウルフェ川に注いでいる。この町は、北から時計回りに、以下の市町村と境を接している、ホルンベルク、ネンターズハウゼン、ロンスハウゼン、ルートビヒスアウ、ローテンブルクアンデアフルダベイブラ市は、1972年の市町村再編以降、中核地区、ベイブラと以下の周辺の11地区合わせて12の、 四区からなる。時計周りに、アスムスハウゼン、ギルハースハウゼン、ラウテンハウゼン、ブラウンハウゼン、イムスハウゼン、ゾルツ、イーバ、バイテローデ、ブライテンバッハ、ブランケンハイム、リューダースドルフ。ベイブラは、はじめ、ビベラホと呼ばれており、その後、ビベラとなり、最終的に、ビブラとなった。現在知られている、最も古い文献記録は12世紀に作成された。 ものである。ヘルスフェルト修道院の土地大長、ブレビリム・ソンクティラリーがそれである。旧世紀末の審判を原点とする、この文献には表にの修道院の所領中にベイブラが記載されている。この表には755年から789年の時代について記述している。したがって、ベイブラはこの頃にはすでに成立していたと推測される。 この集落は数世紀前までは本質的に大きな農村の状態のままであった。すでに重要な交通路はこの場所で交わっていたが、アムトローテンブルクの宝白の村として1386年に初めて記述されている。東へはアイゼナハを経由して、ハレー、他方ドイツ南部地方へはフルダタールを通る郵便路があった。とはいえ、このは 約6キロメートル離れ、小さな宮廷都市の状態にあったローテンブルクの支配を受けていた。ベイブラはアムトローテンブルクの上級裁判所管轄下の裁判所所在地であった。1875年のベイブラ駅、ベイブラは19世紀半ばに始まったドイツの鉄道網整備によって飛躍を遂げた。1849年から鉄道カッセル、ベイブラ線が開通した。 19世紀末頃には、この町は、ドイツの最も重要な鉄道の接続地点の一つになっていた。人口は、およそ70年間で、約1300人増加し、5063人となった。商業をはじめとする産業が発展したことで、この町はそれまでの田舎のキャラクターを失った。最も重要な雇用主は、ドイツ国営鉄道であった。 1935年9月20日、ヘッセンナッサを州知事、フィリップ・フォン・ヘッセンによって、この町に都市圏が授けられた。水晶の夜前夜の1938年11月7日、ベイブラ、その近隣のゾントラやローテンブルク、さらにはカッセルやその他のヘッセン選定綱領の都市で、ユダヤ系住民や商店に対する最初の暴力行為が行われた。 アマリーエン通りのシナゴーグの他にユダヤ人学校も破壊された。この暴力行為を先導したのはおそらくガウのプロパガンダ指導者でベイブラ出身のハインリヒ・ゲルナントであった。ベイブラは1944年12月4日にアメリカ軍の爆撃目標となった。本来の攻撃目標であった駅は軽度な損傷を負っただけであったが3つの教会と43県の 家屋が破壊され、64人が死亡、数多くの負傷者が出た。当時の常として強制的同一化がなされていた報道機関は、この攻撃と犠牲に関する報道を禁止された。ベイブラは1945年4月2日にアメリカ軍によって占領された。死の発展は第二次世界大戦によって中断されたものの、 1970年代まで続いた。交通の便が良いことで大きな工業系企業が進出した。ドイツが東西に分裂していた時代、国境を越える人物や貨物を検査する国境検問所がベイブラに設けられた。1980年代半ばからベイブラは鉄道乗り換え地点としての重要性を失い、ドイツ鉄道での雇用の減少につながった。 すべての市区は1971年12月31日の市町村合併の際に合併した旧町村である。1821年以降のベイブラ市の人口推移。赤線が中核区部、青線は合併後の地域に相当する部分の人口である。ベイブラの福音主義協会ベイブラの地域は現在クアヘッセンバルデック福音主義協会と それとほぼ同じ領域のカトリックの古出し教区に属している。この町では福音主義が多数派である。ベーブラ中核宿及びその他の仕区には12の福音主義教会とそれぞれ一つのカトリック教会、合同メソジスト教会、さらに福音主義自由教会の集会所、ランデスキルヒリヒエゲマインシャフト、メノナイトブレザレン教会の礼拝所、イスラム文化教会の祈祷所、 シリア正教会がある。この他、約100人のヤズ・イーディが、ベイブラにいる。ベイブラの市長者、ベイブラの市議会は、37議席からなる。2020年3月1日から、ステファン・クノーヒエが市長を務めている。クノーヒエは2019年9月8日で、唯一の候補者であった。ズガラ、赤字。斜めに交差した2体のレールの上に、 銀色の直立したビーバー。死の色は赤と白である。解説、ベイブラの紋章は、村落から重要な鉄道の接続地点への変遷を具体的に表現している。配色は、この地域が属していた最も古い領主であるヘルスフェルト修道院を想起させる。交差した二つの路線は、鉄道路線の紋章学的な象徴化である。 ベイブラは19世紀半ばから重要な鉄道の接続地点として知られていた。この文章は1930年に認可された。ベイブラ市は以下の町と姉妹都市となっている。ベイブラの水道等給水道等の鉄道博物館はベイブラにとって重要な鉄道の歴史を紹介している。そのすぐ近くに600ミリメートルの狂気鉄道があり、4月から9月の 一定の日に体験運行を行っている。旧市庁舎の他に様々な木組建築や緑地が存在する。第二次世界大戦後に完全に修復されたカトリックと福音主義の教会があり、シリア正教の教会もある。ベーブラとその地区ではサッカーがハンドボールと並んで人気のスポーツである。ギルファースハウゼン、アスムスハウゼン、ブラウンハウゼン地区のクラブによって2011年に 結成された一、FV ベイブラ、FC レアルエスパノールの他に、ブランケンハイム、ブライテンバッハ、イーバ、ゾルツ、バイテローデにそれぞれサッカークラブがある。FSG ベイブラと ESV バイテローデのチームは2017、18年シーズンを、クライス・オーバーリーがフルダノルトで戦った。LG ・アルハイマー・ローテ・ベイブは、 陸上競技クラブであり、過去には何度か地区大会や全国大会に選手を送り込んだ。TSV ベイブラのハンドボール部門は2010年から別イルクスオーバーリーガでプレーしている。秋には伝統的な協会祭、収穫感謝、郷土祭が開催される。クリスマス前の期間にはラートハウスマルクト周辺でクリスマスマーケットが開かれる。8月には一祭りの他に、 ブライテンバフ箱で漁師祭も行われる。10月にはイーバのベルトシュリッセルでドラヒエンフェストが開催される。2年にごとに商工会の産業賞ビーバーメッセが行われる。ベイブラはドイツの他の小都市と同様に経済、人口発展が後退傾向にある。1980年代末にはすでに作家マテテアス・ホルクスがベイブライスティークという概念を提唱した。 彼は、そのエッセイ、終着駅、ベイブラの中で色彩の乏しい街を描いている。クラウス・ポールスの作品、D. シェーネ・フレムデで、ベイブラと架空のホテル・ライヒス・アプフェルは、5幕のドラマの恐ろしい舞台として用いられている。この作品では、アメリカ人女性がドイツを旅し、ベイブラで一人になり、犯罪の証人で犠牲者となる。写真家アクセル・バイヤーは、 市内やブライテンバフ派区、バイテローデ区の建物や街を撮影し、ベーブラクリオーザという作品集にまとめた。1980年代末にベーブラは鉄道乗り換え地点としての重要性を失い、さらに1990年のドイツ再統一に伴って国境駅としての重要性も喪失した。ドイツ鉄道はベーブラにおける最大の雇用主の一つであったため、これにより、 ベーブラ住民の多くが職を失った。ベーブラでは戦後この街の人々はどこで働いているのと聞くのではなく鉄道のどこで働いているのと聞いたものだと言われる。戦都市リり以降地元の政治家やヘルスフェルトイコールローテ軍船室の連邦議会議員らはベーブラ駅を貨物センターに拡充させるよう努めた。ベーブラ駅 ベーブラは古典的な鉄道都市で、ベーブラ駅は旅客駅の他に走車場も有していた。本市は北ヘッセン交通連盟に加盟している。中央ドイツ連絡線のアイス、i c 停車駅として、デュッセルドルフとライプツヒ、ドレスデントを結ぶ列車の何本かは、ベーブラ駅に停車する。この他に月曜日から金曜日の朝には、フランクフルトアムマイン行きの IC 車両が利用できる。 市の西部で南北に走る連邦道 B27 号線と西から来る B83 号線とが接続している。B27 号線は南に約 15km のバートヘルスフェルト近くでアウトバーン A4 号線に接続しており、さらにこれを経由して A7 号線に行くことができる。東側からベイブラに至るには、 A4 号線のビルデックヘーネバッハインターチェンジから修道 L3251 号線を利用する。ベイブラでは以下のメディアが定期的に観光されているブランケンハイム地区やブライテンバッハ地区を以下の自転車道が通っている教育機関幼稚園ベボケルウングススタンド AM31.122019 マックスマンゴールドズデンバンドロ ダスオスプレイクワーターバッチ、マンハイム、ライプツヒ、ウィーン、チューリヒ、デュデンバーラグ、ISBN 978から3から411040667、スタッドビブラ、アントリーチベッカンマシャーングハウトサツン。2018年7月16日閲覧。ゲオルクビルヘルムサンテ、ハンテブクデアヒストリシアンスタットンドイッチロンズ、BD4 ヘッセン、シュトガルト、クローナー。 ISBN 978から3から520274038第ノーベンバーポグラム1938ワズゴシャーインデアクリスタルナクトインビブラ2018年7月16日閲覧ウルフアルノクローパットライクスクリスタルナクトデアジュディンポグラムホーム7ビス10ノーベンバー1938レイバデイター ヒンター・グルーン・デイ、ミット・オースジ・オルトン・ドクメンテン、ビスバダン、コンミッション・フュアダイ・ゲシ・ヒテ・デア・ジュデン、イン・ヘッセン・ハット・アラン・イース・タイン・ワイス・クリスタル・ナクト1938、ケンブリッジ、マサチューセッツ、ロンドン、イングランド、ベルナップ、プレス・オブ・ハーバード・ユニーブ、プレス、ISBN 9780674036239、 ビブラ WW2 ボーミングミッション4ディセンバー1944ターゲットビブラ4ディセンバー1944ミッション2082018年7月16日閲覧1908から2008大エンビクレオンウントゲシヒテ、2013年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年7月16日閲覧 スタタスティシャス・バンディ・ゼムット、エド、ヒスターシャス・ジェメイン・デバー・スシュニス・フィワダイ、ブンディス・レブ・ブレイク・ドイッチュ・ランド、ナ・モンス、クレンズ、ウンとシュラッセルト・ナ・マーナンド・ランガン・バイ・ゲメンデン、クレイソン・ウンとレイジル・ウングズ・ベザー・ーキン・ホム27、マイ・1970・ビス・31、デト・センバー・1982、シュトット・ガルト、マインツ、コールハマー、 p406、P 6, ISBN 978から3から17から003263から7 2011,、ゼンスス2011、ペソニンナーハレジョンフュアビブラ、スタッドオースザランアオスデムベライニヒトン、レジスタベシュタンド。Ra, e stand. 2018年7月16日閲覧。コミューニールワラン2016インヘッセン。 エンドガルティッチスアーガブニツデア・ジェミンボル・ a m 6・ MRZ2016 ・632003ビブラ・スタット。ヘッシュシャス・スタタスティシャス・ランディゼムト。2018年7月16日、閲覧。ヘレルドリー・オブ・ザ・ワールド・ビブラ。2018年7月16日、閲覧。スタット・ビブラ・スタート・パートナー・スチャル・ファトン・ネアーズウェ。2018年7月16日、閲覧。 スタッドビブラスタートパートナースチャルファトン、フリードリックローダ。2018年7月16日閲覧。アイゼンボンミューズムビブラ。ヘッシュシャーミューズアムズバーバンド EV。2018年7月17日、閲覧。マタイアス・ホークス、ダイ・ウィルデン・アドシガー、アイネツ・アイト・ガイスト、ライゼ・ディ・ヒライ・ブンディス・レプーブレイク、ミュンヘン、ウィーン。 ハンサー、ISBN978 から3から446149717ハットクラウスポル、カラテ、ビリーケとザーク、大種なフレムダ、フランクフルト、フェアル、デアウトレン、ISBN978 から3から886611225ハットアクセルウェイヤー、ビブラクユーリオッサ、ラーデンシャイド、ベルリン、ゼルトマンズナ、 ISBN 978から3から93万4687から90から5、バット・ハースフェルド・ウント・ビブラ・ブライベン・ウィム・アイス、IC、ネッツ・デア・バーン。ハース・ファーダー・ツァイトゥング、https、www、ヘア・スフェルダー・ツイトゥング、で、ローコレイス、ローテン・ボック、バット・ハースフェルド・ウント・ビブラ・ブライベン・ウィム。 アイス IC ネッツバーンマイナス 8784227HTML ハットフルダードエグ R12018 グリーンハイマットのオトヘソン2018年7月21日閲覧ラドニッツドイッチュランド D ルート9ドイチャプワザーマサーバンド EV2018 年7月21日閲覧ありがとうございます